言わずと知れた国民的大ヒットアニメプリキュア。その人気は凄まじく、老若男女問わず見られているほど。多くの方が愛してやまないコンテンツで、長くシリーズ化されているため、キャラクターも数が多くなってきています。しかし数が増えたことによる弊害として、不遇な扱いを受けてしまったプリキュアも複数存在します。というわけで今回はプリキュアシリーズの中でも不遇な扱いを受けたプリキュアたちを10人ランキング形式でご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。10位、水月かれん。水月かれんはイエスプリキュア5に登場するキャラクターで、青担当のキュアアクアに変身する少女です。彼女は本作の主人公のぞみよりも一つ上の先輩であり、学校内では生徒会長としても活躍しているすごい女の子です。年上ということもあり、のぞみは他のキャラクターよりも冷静沈着に状況を把握し、誰よりも的確な判断を行うことができるキャラクターなんですが、そんな冷静沈着なところが彼女を不遇キャラにしてしまった原因でもあります。というのも、彼女の年上感を強調させたかったのか、作中ではやたらと大人びた言動や行動が目についてしまい、一つ上どころかかなり上の年に見えてしまったという問題が発生したのです。このことから、彼女は実はかなり年を取っていて、女子中学生として紛れ込んでいる説まで浮上してしまいます。そしてついたあだ名がキュアババア。いや、いくらなんでもひどすぎるでしょう。しかもこれがきっかけで、後に登場する引退済みの元プリキュア選手までババア呼ばわりされるという二次災害が発生しています。ちょっと男子、大人びてるからって女の子にそんなこと言っちゃいけないんだぞ。それを言ったファンには安静してほしいところです。9位、ヒューガサキ。ヒューガサキは2人はプリキュアスプラッシュスターに登場したキャラクターです。2人はプリキュアというタイトルからわかるかもしれませんが、本作は起源にしてレジェンドでもある2人はプリキュアのオマージュとして作成された2人主人公もののプリキュアです。相方のミショーマイとともに初代のような活躍を期待されること間違いなしだったのですが、この2人に関しては大人の事情がそれを阻んだと言わざるを得ません。プリキュアはいわゆる子供向けアニメですので、現実問題、放送するにはおもちゃやグッズの販売をしなければいけません。しかしこの2人のグッズはそれほど売れることがなかったのです。まだ初代の記憶が新しい少年少女たちにとって、続けざまに2人主人公ものをやってもそこまで人気を得ることができなかったのではないかという考察がされています。しかもそれが原因かどうかは分かりませんが、もともとは2年間放送する予定だった2人やプリキュアスプラッシュスターはなんと1年間のみとなってしまったそうです。確かにこれはすごく不遇。いえ、決して彼女が悪いわけではありません。タイミングが悪かっただけなんです。もっとさまざまなプリキュア作品が出てきてから2人主人公作品またやりますみたいにやっていれば、きっとこんなことにはならなかったんじゃないかと思います。ちなみに中盤あたりでもう打ち切りが決まっていたのか、作中でも妙に暗いストーリー展開が続き、それもまた不遇であるという要因になっているようです。8位、夏木凛。夏木凛はイエスプリキュア5に登場するキャラクターです。男勝りで活発な女の子として描かれていて、特に問題がなさそうなキャラなんですが、巷では不遇キャラと呼ばれていました。なぜ不遇キャラと呼ばれたのか、その理由の一つがこちら、男勝りキャラが受け入れられなかった説です。いやー、決して男勝りの女の子が需要がないわけではありません。ただ彼女に関しては男勝り感が強すぎて、それによって本来は強調されるはずの女の子らしさがあまり出ていなかったようなのです。普通よくある展開だと、男勝りな分見た目はすごく女の子らしいとか、そういった視覚的な表現がされることが多いですが、彼女に関してはそれが足りなかったのではないかと考えられています。まあイエスプリキュア5に関しては他にもっと女の子らしいキャラが多数登場しますので、他のキャラクターに食われてしまったというふうにも見られており、ますます不遇な扱いだと考えられています。他にも今作では頻繁にカップリングが見られるのも特徴なのですが、彼女に関してはなぜかカップリングから頻繁にあぶれるということも確認されており、ここも不遇の要因となっています。カップリングくらいは普通にやってあげてほしい。
切なる願いです。しかもそれだけでは飽き足らず、ストーリー上で恋愛展開になるとなぜか頻繁に失恋するんです。なんでや、女の子は幸せになるべきやろ。いや、不幸からの努力でより幸せにする展開というのはよくわかるのですが、それにしたって彼女が失恋する頻度が他のキャラに比べてとても多い。これは制作者側からの意図を感じますね。せめてファンからの声援で彼女の不遇を改善してあげたいですね。7位、調べアコ。調べアコはスイートプリキュアで登場するキャラクターです。小学生として登場するのですが、その口調はとてもきつく、毒舌家としてのキャラを持っています。小学生に毒舌で何か言ってもらうというのは一定の需要がありそうですね。いわゆるメスが。まあそれは別の話として、彼女の何が不遇かというと、特に目立って不遇な点はありません。え、なのに7位にランクインしてるのと思うかもしれません。まあまずは話を聞いてください。彼女はキュアミューズに変身して活躍するのですが、実は後半に入るまではずっと仮の姿で戦闘に参加していたのです。黒い服に黒い仮面をつけて、誰の味方でもない謎の存在として戦闘に参加。しかもこれが結構長い間の姿になってしまうのです。プリキュアといったら可愛い姿でキャッキャするもの、黒い服装というのはむしろ悪役のイメージがついてしまいがち。そして後半になってようやくキュアミューズとしての本当の姿を表すのですが、その頃には他キャラのグッズなどが売れまくっていました。後半でようやく姿を披露しても今更感が強く、グッズは売れません。スポンサー側から何か言われたのか、彼女のグッズだけは出ていないことが多く、他のキュアがいる中で彼女だけがいないカレンダーなども販売されていました。仮の姿や変身前の姿でならずっと登場していたのに、なんという不遇。6位、月影ゆり。月影ゆりはフレッシュプリキュアに登場するキャラクターです。メガネをかけているクール系美人枠のキャラクターで、見た目の需要はなかなかありそう。しかしなんだか妙に幸の薄そうな顔をしていると最初に思った視聴者は多いのではないでしょうか。実はその通り、彼女は母親と二人暮らしをしていて、父親は3年前に消息不明になっているという状態なのです。プリキュアにしては話が重すぎませんかね。一応設定的にはそれなりに重要な理由で父親は失踪しているんですが、序盤ではそのあたりはよく分かっていない状況なので、いきなり失踪と言われると壮絶すぎる過去だなぁと反応するのが一般的でしょう。いやまあ設定が分かったとしてもやっぱり不遇な境遇なのに変わりはないのですが、また高校生初のプリキュアということで、プリキュアにしては年いきすぎだろうというツッコミも少しあったとか。ここで一つ言わせてください。年齢なんて関係ない。女の子がプリキュアだと思えばその人はプリキュアになるんです。ちょっと熱くなってしまいました。ちなみに彼女、最初は孤独な戦いをしているという点もなんだかうつうつとしていて応援しづらい雰囲気。とにもかくにも不遇というよりかわいそうなキャラクターでした。5位、なごみゆい。なごみゆいはデリシャスパーティープリキュアに登場するキャラクターです。2022年現在最新のプリキュアシリーズの主人公なので、むしろ優遇されて叱るべきなのですが、なぜか今回のランキングにノミネート。本人は一切悪くありません。ただ不幸な事故があったのです。というのも、放送が始まって1ヶ月ほど経ち、さあここからだという時に制作元の東映アニメーションに不正アクセスがあったのです。このことにより東映アニメーションの各アニメの制作が遅延、プリキュアも放送が遅れるなどの被害を受けました。延期に伴い、当時はおさらいとして前のお話をもう一度放送するという手法を取ったのですが、毎週楽しみにしているちびっ子や大きいお友達はそれでは納得できないところがあり、どうしても人気はいまいち伸びない結果となってしまいました。決して
彼女や他のキャラクターが悪かったわけではありません。不正アクセスをする不届き者が悪いのです。彼女たちを責めないでほしい。不正アクセスは歴史とした犯罪です。放送を楽しみにしている視聴者だけでなく、登場人物たちも悲しい思いをするので、絶対にやめましょう。4位、野の花。野の花はハグッとプリキュアに登場するキャラクターです。ピンクの髪色で元気な印象が残る可愛い女の子。ピンク色はちびっこに人気なカラーですし、キャラ人気的にも結構あったようですが、なぜか不遇なキャラクターとして扱われてしまっています。それはなぜかというと、彼女は未来では早めに他界してしまうからなのです。プリキュアの世界にそんな物騒な発想を持ってきていいの？耳を疑うような設定ですが、実際にそういう話になっていたのです。というのも、ハグッとプリキュアでは未来の話が重要になってくるのですが、ある未来では悲劇が起こり、彼女はその未来では早めに他界してしまうと言われていたのです。そんな物騒な話が、しかもなぜ彼女だけ？他のキャラクターは早めに他界するとか一切言われていないのに。そして一人だけそんな扱いを受けてしまった野の花は、その未来を変えようと奮闘するわけですが、実際に変わった未来ではどうなるかいまいち語られておらず、不安が拭いきれていません。どうしてそんなかわいそうなことするの？とよどんだ気持ちになってしまう扱いです。3位、沢泉知優。沢泉知優はヒーリングとプリキュアに登場するキャラクターです。ヒーリングには治療、癒しの意味があり、作品のテーマもウイルスや治療に関するものになっています。そして主人公ののどかが癒しをイメージしたキャラとして描かれているとすれば、治療のイメージで浮かぶのがこの沢泉知優。名前も知優ですしね。観察眼や洞察力が鋭く、美人でしかも人情家。治療してもらうならこの人がいいと思わず心の叫びが出てしまいそうな、まさにこの作品の象徴ともいえるキャラクターです。そんな彼女の何が不遇かというと、これもまた現実の問題が絡んできます。というのも、ヒーリングとプリキュアの放送開始時期は2020年2月。この時期、世界的に何が起こったか知らない人はいないでしょう。そう、新型コロナウイルス感染症の蔓延です。よりによって病気やウイルスを駆逐するというのがテーマの時にこれが流行ってしまったのは、制作者側も誤算だったでしょう。こんな大変な時期にウイルスの話なんかするなと苦情を入れた人もいたとかいなかったとか、とんでもない風評被害です。沢泉知優は何も悪くないし、作品のテーマも何も悪くないのに、コロナウイルスのせいでとんでもない誹謗中傷を受けてしまいました。何度でも言わなければならない話ですが、悪いのはウイルスであって、作品は決して悪くはありません。自分が不快だと思っただけで作品を傷つけてはいけませんね。というわけで、世界的パンデミックの影響をもろに受けてしまった作品でした。2位、青野美希。青野美希はフレッシュプリキュアに登場するキャラクターです。読者モデルとして活躍していて、将来の夢は世界的なファッションモデルになること。いいですね。プリキュアとしての素質ありまくり、女の子たちが憧れるであろう最高の設定がてんこ盛りのキャラクターです。一見すると何も不遇な要素がないキャラクターにも思えるのですが、彼女の何が不遇かというと、親が離婚している。また重い話きましたよ。中学生に親の離婚を経験させないでほしいです。いくら苦難を乗り越えてこそのプリキュアだとしても、中学生のメンタルに親の離婚はきつすぎると思います。なんなら大人だって辛いものがありますよ。両親が離婚したなんて聞いたら。しかも不遇描写はそれだけでは終わらず、彼女自身何かと空気が読めないキャラクターをしていたり、汚れ役を買って出る描写があったりもします。空気が読めないような子じゃないはずなのに空気が読めないシーンが出るのは、もはやわざとやっているのではと疑いたくなってきてしまいます。そういうキャラをしているからか、親が離婚しているという悲しい過去があるにもかかわらず、キャラ人気がいまいち振るわないという結果にもなってしまっています。
いや、親の離婚だけでもう許してあげて、キャラに規定化までしないであげてと思わず言いたくなってしまう夫婦っぷり。こんな悲しいことはありませんよ。彼女にはせめてたくましく生きてほしいと思います。1位、緑川奈緒。いよいよ第1位の発表です。第1位はスマイルプリキュアに登場した緑川奈緒です。彼女は弟3人に妹3人とたくさんの兄弟を持つ中学2年生です。中学2年生なのに弟3人に妹3人、パパママいくらなんでも間髪入れずに産み好きじゃないというツッコミどころが早速あります。そんな彼女、兄弟たちの面倒を見なければならないという捉え方をするとこの時点ですでに不遇ですが、面倒を見るのは決して嫌ではないようで、世話焼きお姉さんとして描かれています。彼女の優しさが見て取れます。では何が不遇なのかというと、ギャグキャラとして特化してしまった。いや、ギャグキャラ、それはむしろ愛されポイントになるのではと思うかもしれませんが、彼女のギャグキャラ具合はちょっと逸脱しすぎです。というのも、彼女は男勝りキャラとして描かれており、鉄則として女の子らしい設定を盛り込まれる必要がありました。そうして起用されたのが虫が嫌いという設定なのですが、これが全然うまく活用されず、むしろギャグの方に行ってしまったのが原因と言われています。肝心な時に虫が原因で失敗したり、戦闘に全然入ってこなかったりと、何かと活躍の場面が見せられなかったのも不遇ポイント。いや、彼女本当は戦ったら強いんですよ。腕の一振りで起こした突風で敵の攻撃を払い落としたこともあるほど。しかしそれゆえなのか、戦闘に参加できない理由が何かとつけられてしまって、それのついでにギャグキャラに。なんだろう、不遇な扱いをここまでされるものなのかという印象ですね。強すぎるというのも考えものです。しかもそういった逆的扱いの延長線で、髪型がいじられたり、下の子たちが多すぎることや家の内装などから、実は貧乏なのではという悲しいレッテルを貼られたりと、一度不遇な扱いを受けるとその延長でどんどん不遇な扱いを受けるというのを体現した人物になってしまいました。堂々たる不名誉な1位獲得です。さて、10位から1位までお届けしましたが、やはり長く続いているシリーズだと現実世界でのアクシデントが作品やキャラの扱いに影響を及ぼすという事案は出てきてしまいますね。そんなすさんだ現実世界のトラブルを笑顔でぶっ飛ばすプリキュアたちが今後もたくさん登場することを祈っています。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。またこんな動画を作ってほしいなどのリクエストもお待ちしておりますので、どしどしコメントいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。